花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。1週間のご無沙汰しております。金尾慶郎の音楽魂、始まりますということでですね、今日はゲストいらっしゃらないということで、金曜日魂とも言います、金尾魂とも言いますね、金玉ということでね、滑舌よくやっていきましょう。まずは松下としみ姉さん、はい、こんにちは姉さんこんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。姉さんじゃございませんね、いやいやいや、はい、ということでね、はい、久しぶり桜田武史、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。いかがですか、ちょっとまたしばらくねゲスト続いたんで、なかなか ね会えなかったんですけども、はいはいはい、お元気でしょうか。あ、元気にやってますよ。ね、本当そっかそっか。まあね、昨日俺前にね、ゲストにいらしたクイーネスっていうね、はいはいはい、クイーン、まあトリビュートバンドっていうか、はい、のライブに行ってきましたけどもですね、はい、クラブチッター、素晴らしかったですね、もうね照明とか要するにすごくきっちり合ってるから、うーん、もうまるでクイーンだね、うん、でコーラス隊がまた入ってんのよ、コーラスの方が2人ぐらい入って、でドラムの方がまた高い声も出て歌うまいんだ、だからな、素晴らしい世界に なりましたよね。昨日もびっくりした、ね、清水和夫さんがね、はい、ギタリストの清水和夫さんがね、よかったらぜひ来てくださいということでね、行きましたけども、うん、やっぱああいうお金かけてるステージっていうのは、うん、こうやっぱライブハウスで僕ら出てるじゃん、はい、だからやっぱ違うよね、そう、あれはなんか、ね、あの世界があるよ ね、うん、だからね、あの世界をねちょっと忘れてた ね、 ね、うん、あれはねやっぱちょっと、忘れてた、うん、忘れてた、僕もそういう時期もちょっとありましたけども、うん、やっぱりいろんなスタッフとね、うん、共にこうやるわけじゃないですか。そうするとね、そのまあ構成にしてもね、うん、そういう感じでこうステージを久しぶりにね見ましたけどもね、感動しましたね、なんかね、うん、ということで、今日はね音楽魂、金玉ということで、まずね僕ね今日41年前にデビューアルバムの中から、はい、ほとんど、まあ、ここでは流してないんですけども、1曲ちょっと古い感じがするかもしれませんが、はい、聞いていただきたいと思います。金尾慶郎&ウエストのニューウェーブ。胸が乾く、命が乾く、街は干からびた海、お前一人が愛してくれたのに、今じゃこの夢支えるやつもない。 Waiting for a new way、 俺は待ってる new way、 奇跡をさ new way、全てを変える U Way、 熱い波、大人たちは孤独な羊、若いやつは臆病な犬、街に New Way、 熱い波、
waiting for a new way. Only one mind in new way. Kiseki o sa new way. Subete o kae new way. Atsunami new way. Aru hitotsu zen new way. Oshi yoseru new way. Kaseki no machi new way. Atsunami ということでですね、カナオシロ&ウエストの、オンザウィンドっていうね、あのアルバムの中からこれは、41年前の曲でしたね。やっぱりちょっと古いニュー感じがしますね。まあ、その当時はでもあれじゃないですか、こういう感じですもんね、大体ね。当時の最先端な感じだよね、うん、最先端ときたか。なんでこれが売れ、やっぱゴージャスだよね、昔だね。そうですよね。あのそうそ う, そうあのね、この間も思ったんだけど、うん、そのあのほら、高崎雅子さんいらした時にね、はいはいはい、思ったんだけど、やっぱその当時のこう録音、うん、多分これは信濃町ソニースタジオで撮ったんだけど、すごいところで撮ったんだね。すごい高いのよ、うん、高いスタジオがもう今ないのかもしれないけど、もうないないな、ね、そういうところで録音したりとか、ね、時間かけて撮ってるんでしょ、うん、だからそういう、ね、今はね自分でこうそれこそあの自宅録音みたいなのできるかもしれないけど、うん、昔はね結構手間暇かけてね。そうですよね、まあ、でも そういう手法しかなかったもんね昔は。そういう、まあ、家庭でできるっていうのはなかったからね。ないあのおもちゃみたいのあったけど、うん、そうそう、ちょうどレコーディング最中にね、あの同じレコード会社であのエピソニーだったんだけど、うん、タチヒロさんが向こうから来たわけよ。そこで来たのね。そう、タチさんが中に入ってて、俺知らないもんだから、うん、誰だそいつ、叩き出せとか言っちゃったもんだバカ野郎だ、ね、恐ろしい。タチさん紹介しますってタチさんってどうもすいませんでしたとか言って見えないからね、ブースから外に。そう、ね、失礼なやつだったよ ね。いや、あのほらちっちゃな博多だったから、博多のバンドで。あ、みんながだから博多弁でこうイケイケ、あの中で喋ってたわけ。うまくいかないから、悩んでね、うん、だからイケイケでね、うん、そういうことありましたよね。なんかね、懐かしいですよね、今ね、思うとね。じゃあ、ちょっと生歌からいきましょうか。いきますか、はい、いきますか。
のは無理さ。たまには食事に連れてって、あなたは言うけれど夢だけ見させて、辛いこと忘れさせてよ。はい、ということでね、Drinking in the Rain から始まりましたけども、はい、なんかあのまたあれだね、40年も経つと声が変わってくる汚れ腐ったら声出してんじゃないかな、そんなことはないでしょ。あ、そうですか、うん、Drinking in the Rain、 そうですね、このやっぱ温度の差が向こうのスタジオと違うんで、あれだね、下がっちゃう、下がっちゃうんだね、向こう寒かったね。ということでね、まずじゃあお便りからご紹介しますか、僕の方から。はいはい、ね、なんか久しぶりの方から。あ、本当だね、これあの金尾由郎さん、投げ銭 FM 音中、久しぶりにね、うん、来ました。チャーリー佐藤さんですね、皆様こんにちは、こんにちは、暖かいですね、暖かいですね、今日暑いぐらいね、暑いですね、朝夕はね涼しくてね、いい感じなんだけども、昼間は30度ぐらいになるの、ね、なりますね最近 ね、 ね、うん、昨日は梅島で飲み倒した私飲み倒せるの今、そういうところやるじゃない、まあ自分で買って飲んでるんだったらいいんじゃないの。いや自分で買ってだったら梅島まで行かないでしょ、だってフラフラでしたっていうね。いや、あるのよ、ね、僕も行ったことあるんだけども、あのたまにね、あの、うん、あるんですけども、こんな夏のような日差しの下で楽しいミニライブを聞かせていただきますということでね。ちなみに昨日は焼き鳥、タレ、ウインナー炒め、もつ煮込み、もう完璧飲み屋さんですね。ダイナマ5杯でありましたという、ね、うわ、組長もフラフラでしたって、どっかの組に入ってらっしゃる。3年2組とかじゃない、いやいやいや、うん、あ、そうなんだ、組長、いや懐かしいな、僕会いたいな、お元気でしょうかね、町内会の組長さんでしょ。うん、まあいろいろねあるんでしょうけどもね。知らないね。今日一枚ね、ちょっとあのあれですかね、ちょっとちっちゃいね、額がちっちゃい、飲みすぎたな。うん、そうだね、きっとね、でも今はさ、まあそのまだ緊急事態宣言で、その基本的にはお酒飲むところはね、ダメになってんの、今月いっぱいなのかなみたいです ね、 なんかね、解除されるかな、どうなのかね。でもまあその酒飲むから感染するっていうわけじゃないけど、ね、まあ、でもいい加減開かないと大変ね。いやもうお店が大変で、ね、お店がさやっていけなくなっちゃうよね、うん、そうそう、なくなっちゃう本当に、うん、お店の見方は俺はするからね、うんうん、っていうかさ、うん、まあっていうかさっていう言い方嫌いなんですけど、うん、なんでこんなになっちゃった、うん、だってあにぎわにぎわ何にぎやかさがないとちょっと街が怖いよね、夜真っ暗で、あなんか、まあ、なんとなく早く閉まっちゃうからね、そう、うん、でもライブにしてもやっぱ盛り上がんないライブってさあんまり意味がないじゃない、ね、盛り上がっちゃダメですみたいなね。そう、静かにして酒飲んでね、わーわー言いたいよね。まあね、それがまあやっぱ楽しみだからね。、うん、まあその、うん、だからなかなかそこに行けないかもね、今の状況だと、うん、やっぱこうウイルスなんで、うん、ちょっと昔のような楽しみ方ってのはなかなかできないかもしれないですよね、うん、しばらく、あと、ね、あと何年かかかるのかな、なんか寂しいね、うん、
そういえば、うん、あのつとむさんからなんかメールが来ましたね。メール来ましたか。はいはい。あ、今日いいですか。佐藤さんリクエスト入ってなかったね。佐藤さんないね、はいはい、うんうん、いいですかね、はい、うん、皆様こんにちは。はい、こんにちは。これはアトランタの、つとむ高橋。私は今、はい、エリック・クラプトンのマスク率 1% 以下のライブ会場にいます。へー、おー、クラプトン見に行ってるね。そう、前座終演後の休憩中です。ほうほう。日本のワクチン接種率はもうアメリカ並みと聞きました、はいはいはい、それなのにこの差は何なんでしょう、うん、ね。とにかく今は14日間の自主検疫ルールの撤廃を待つのみの私です、はいはいはい、それがなくなれば帰ってこれるのかな。ちなみに隔離ルールをの、確認電話は9時から5時だとか、いかにも役所仕事、とりあえずやっています感がプンプンにおいますなるほどね。今日は久しぶりの金玉、はい、ライブで聞くことができるかどうか終演時間次第です。あ、そうかね。せっかくなのでリクエストさせてください。あ、そうですか。マイフレンド、はいはい、あ、マイフレンドですか。ゆったり聞きたいです。オス俺すぐオラブからね。オラブってあの博多弁で叫ぶっていうことなんですけども、ね、あんまりね叫びすぎたらね、うん、あの奥からフェーダー下げられるからねクラプトンを聞いた後に金玉を、ね、見てくれるのかな。じゃ ありがたいですよね金玉と、ね、じゃあマイフレンド、ね、歌わせていただきましょうかね。なかなかあのね、いきますか。はい。Hey, hey, my friend. How are you? アラバマは夏に。なったよ。朝の白い光の中、マグノリアの花が咲き、ツバメが舞う。覚えているか、お前の手を握って立ち上がったあの日、今も俺の胸の中に生きている。嬉しかったよ、忘れるな。 Life is beautiful whenever you come.Spread your wings and fly. I know the sun will rise for you tomorrow. Take care, my friend. I'm going to see you.燃えて追いかけた俺たち。
spread your wings and fly. My friend, I'm going to see you soon. Take care, my friend, I'm going to see you soon. Oh, 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 my friend. Oh, 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 my friend. はい、ということでアトランタの勤務隆さんのリクエストにお答えしました、はい、My Friend っていうね、曲でしたけども、いかがでしたでしょうか。ちゃんと歌えてんのかな。だんだんちょっと慣れては慣れてはきましたね、うん、慣れては来たけど、なんか文句あるの何その笑いはみたいな。マイナス思考ですね結構僕、うん、いや、そう、いや、そうでもなくて、そうじゃなくてね、なんかやっぱり昨日のそのボーカル、まあ、あの、もちろんそれとかね、あのほらフレディ・マーキュリーっていうその歌の上手い人の、うん、そのカバーというか歌を歌うわけじゃない、はいはい、で、あのすごいその声量もなきゃいけないし、うん、なんかねすごいなっていうね、うん、ことも思ったんだけど、あの自分は自分なりのね、うん、歌を、まあ、ずっと長いこと歌ってきたんですけど、うん、なかなかねやっぱ歌えないのよ、うん、だから今練習してるんだけど、うん、あのそのいろんなバンドでやる時の歌い方とかもあるし、うん、例えばその弾き語りとか、うん、そういう感じの歌い方も変えなきゃいけないし、うん、曲によってやっぱりちょっと押したり引いたりできないと、うん、そういうことはもう要求されるから、うん、それができないとねやっぱダメだなとか思ったわけ、うん、だからそれを今ねいろいろ悩みながらやってますよ、うん、あの後ろ向きじゃないんだよ決してね、あの前に行きたいわけよ。謙虚なんだ。あ、後ろ向き謙虚だよ。謙虚。その言葉出てこなかった。謙虚が出てこないのか。後ろ向きは失礼よね。後ろ向きそれはちょっとね、うん、自虐じゃなくて、そう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 、いやいや、もう何をおっしゃいます、謙虚なね、そう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 いうことそう、出なかった。もうね、最近言葉が出なくて、ね、言葉出ないよね、人の名前とかさ。顔は出てるんだけど、物は出てるんだけど、名前がね、1週間ぐらいしたら思い出すのよ。この間ライブでさ、1週間もかかります、うん、あのミッキー安川さんの名前が出てこなかった、ね、ミッキー安川さんだ、出てこなかったでしょ。出てこない、まあ、ライブでしょ。その話すら忘れてました。ライブの時、うんうん、ここの番組を始めた時のね、あのエピソードを喋っててね、エピソードっていうか名前が出てこなくて、最初にあのね、始めた時にもう13年ぐらい前になりますけども、はい、金田明さんという方がいらして、はいはいはい、金田明さんという人がその、ラジオ日本でずっと長いこと、うん、まあ、喋りと歌とやられてたんだけど、その、一緒にやられた人の名前が出てこなかった。あ、でもね、そこにいた人、それがミッキーですか。そう、誰も出てこなかった。そう、顔見てる人も、メンバーなんとなくわかるとか言って、でも名前が出てこない。情けないよね。そうなんですよ。そういうことがすっごいたくさん最近。最近あるね。あります、あります。桜田君ないし、まだ若いから。いや、ありますよ。ありますか。あるの？ほら、映画の誰々が出てたとか、そう、誰々がも出てこなくて、顔はこんな感じなんだけど、あれできるだけさ、思い出すようにしないとダメなんだよね。もう絶対そのちょっと時間かかっても思い出す。その回路が行き詰まっちゃうと ね、そこが行き止まりになっちゃうでしょ。そう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 、思い出さないといけないの、うん、思い出すまでこう時間かけてでもやんないと、もうね、でもね、思い出すのイライラするとやっぱりGoogleで調べたりするじゃん。調べちゃうな。それをね、それやっちゃうとダメなのね。脳が退化したよね。そう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 、思い出す、考える力がなくなっちゃう。そうそう、だから目もさ、ちょっとトレーニングしたらこう見える、うん、あの老眼とかはな、治るじゃない。あ、はいはい、トレーニングがある。あと緑を見るとか、まあ、ね、うん、だからそうやってこう自然に鍛えていかないとダメなんだね、うん、目の
あの筋力というかさ、まあ、目はね筋肉、筋肉だからね、そう鍛えればよくはなるね、目の筋肉あのやってみたいね。インドの方でよく目眼球ボロンと出るぐらいやる人いる。あ、へえ、それはまずいんじゃないの。あれすごい、なんかさ、なんか見たことあるね、ここあるでしょ、うん、あれどういう風にやってるのかなと思う。なんだっけな、一時こうパソコンの画面でこう動いてるやつをずっとこう見るので視力が良くなるっていうのあって、パソコンだといいよね。液晶だとね、ブラウン管だと目にあんまり良くないと思うけど、うん、液晶の画面がこうチラチラ動くのをずっとこう目で追っかけると筋肉が鍛えられるっていう。なるほどね。もう体の不調を訴え出したらもうねもうこの金玉もうそれから始めようか。今日はどこが痛い、ここが痛いとかさ、お達者クラブみたいな皆さんお達者でみたいなね、ということでです ね、ストムさん、しかしクラプトンとかいいな、クラプトン見に行ってて、クイーンも見たとか言ってなかった。あ、キスじゃない？あ、キスか、キスか。クイーンはやってない。あ、クイーンやってないよね。キスね。クイーンはあれ。あ、そういうのやっぱ海外に行ったら見れるからいいよね。いいよね、そういうのがいいね。キスもクイーンも三十何年前に見たっきりだな。三十五年ぐらい前に見たから。ああ、なるほどね。キスは見に行ったことないんだな、私。ああ、そう。キスはね、でも僕見に行った時はね、あの化粧取ってた時期の時かな。あ、メイクしてない頃のキス、うん、一時ね外してた時があって、その時期だったような気がするな。だから最初のメンバーじゃなくて、うん、俺 メイクしてなかったら分かんないんじゃない。俺昔さ、あのデモン小暮と同じ事務所だったんだけどそれであのオールナイトニッポンっていうの出たことあるのよ、うん、デモンの、うん、それであのちょっとシングル版かけてもらって、うん、でもさ事務所でそこ社長と話してる時に誰かさ、俺おそらくアルバイトの学生かなと思ってあのロン毛のメロンパン食べますって言ってきたわけ。いや、いらないけどとか言ったら、あ、カナさん紹介したのデーモンですとか言ってメイクしてないからさ、あれはそれは分かんないよね。全く分かんなかったね。それでもラジオはきっちりメイクしてんだよ、うん、ラジオは、ラジオの時はへもう外に出たらもうカッカだ。そっかそっか。そうそう、だからまあ僕なんかよりもちょっと下で、うん、そのオーディションとかは僕1回目のグランプリだったんで、うん、その後のでなんかあの SD オーディションからデビューしたのね、うん、関松も、はい、じゃあその経歴っていうかプロフィール読んでたらさ、じゃあ若輩よりも先輩ってことになりますね、本番ちょっと生意気になりますけどよろしくお願いしますカナロン兄貴とか言ってさ面白かった、ね、その時俺和菓子職人やってたのよ。あ、あの出ました。変な話、あのなんかあのちょうどね徳間に移る時にあの食えなくて、あの下町の方であの京風料理の職人やってたことがあったのね、うん、作って、それで宮内省御用達だったのよね、そこは。でそれをやってたんだけど、うん、あのたまたまその時にデビュー、また再デビューみたいなして、うんうん、で「オールナイトニッポン」とか出たのね、うん、で俺の前にね確かねあの渡辺美里ちゃんがゲストで出てて、で俺深夜だったのよ、うん、深夜3時ぐらいからの、まあ、15分か20分ぐらいで 3時前か2時半ぐらいからか、うん、で3時から職人かたぎ物語ってやってたのね、うん、で俺本当の職人じゃん、うん、だから金さん、ここからも3時からも出ませんかって俺4時に起きて仕事してたからね。うわー、すごいな。そういうこともありましたね。ラジオであんま言えない話だけどねライブではね、こういう話してた、ね、あのね、ここで絶対言えない話はライブでも本当にみんな楽しそうに聞くよ、うん、これ絶対言ったら、やかま、俺か、あ、違う違う、キスは延期ですだって、ちとむさん、あらら、残念コンサートの3日前に通知が来ました、うん、あ、そうだったな、延期になったみたいな、ちょうどあれだからね、なんだろうね、うん、まあまあ、でも今マスク率 1% なの、うん、アメリカ、それで写真出してたけど、もうすごい満員でね、うん、なんかマスクしてないみんな、でもどっかの部分で線を引かないと、うん、まあね、まあ、ウイルスはね絶滅しないからね、しませんね、うん、だからそれはうまく、まあ、共存していくような形にしなきゃいけないんだけど、うん、どっかで線を引かないとさ、
なんかね、いつまでも重苦しいまま一生終わると、俺そんな長くないよもう本当に、まあ、あと5年ぐらいしかできないんだから、あの治療薬っていうのがないから、うん、治療薬ができればかかったとしても軽症で治っちゃうとか、うん、イギリスが今作ってね、そうそうそう、インフルエンザもほら、うん、タミフルとか薬で軽くなるじゃないですか、うん、だからそういう治療薬ができれば、うん、今とはちょっと違う状態になるから、まあね、多分だから来年ぐらいには飲み薬が、ね、今なんかできるだろうから申請してるみたい。ただでもあんまりそのほらワクチン打たないとなんかどのこのとかさ、なんかこう、うん、ワクチン打った人はなんかもうあのすごいね優遇されてみたいなね、あことばっかりやっちゃうとなんかそれはね、あのそれはちょっとまた違うよね、打てない人もいるしね、あの、うん、打たない人もいるわけじゃない、そうね、だからあんまりそういうふうに線引くとね、うん、どうかなとは思うんだけどね、まあ、治療薬ができればあれですよ、前と同じような世の中に、まあ、近づいていくんじゃないですかね、本当、うん、もうだからそんなに先がないのにさ、もうこのまま行くとねすごい寂しくなっちゃうよお便り行きますか、ね、はい、ペンネームももこちゃん、マリト、はい、マリトももこ、うん、9月24日、はい、加納よちろん音楽魂へのメッセージです。加納さん、としみさん、ききさん、うん、桜田さん、うん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。最近バタバタしていてお手紙を出せていなかったのですが、うん、少し余裕ができたので、うん、リクエストメールを送らせていただきました。 ありがとうございます。久々の金玉楽しみにしています。ほうほう、数日前ですが火曜日の中秋の名月の日、うん、大きな月でしたね。見ましたか皆さん。あ、見た見た見た、うん、加納さんの歌を思い出し聞きたくなりました。何ですので、今週は大好きな On Your Side をお願いします。この曲は加納さんの心がくじけそうな時にはいつでもという歌詞が好きだし、うんうん、そこに音楽魂アコギ隊勝手に名前をつけてみました。アコギ隊、桜田さんのベースラインの、うん、ベースライン風のギターと、うん、加納さんの熱いギターの、音色が重なって、うん、ハーモニーを作っていて、ラジオから流れると、うん、ほうなんてかっこいいんだと、としてしまって大好きな曲です。はい、よろしくお願いします。これはね、あの僕の娘とね、うん、ちょっとあの事情があってね、今あのそんな会えないんですけど、あのまあその事情はまあいろいろね。ね。それで、ここのとこそういえばもう1年以上会ってないね。まだそんなに。もっとかな。うん。うん、しばらく。そうだよね。随分会ってない。ああ、会えないね。須賀が一緒に。あれっきりですか。きりだから会ってないけど、まあ娘を思う気持ちをね、歌にちょっとしたものですけどもね。ね。じゃあ、ももちゃん、まだちょっと続きが。はいはい、それでもやっぱり生で加納さんのライブを見たいので、うん、近々ライブに行けたらと思っています。来て来て。またお会いできる日を楽しみにしていますね。マリとモモコのモモコより、うん、ちなみに10月2日ライブありますよ。あ、それ行きますか。じゃあ、いやいや、いいです、後でじゃあ宣伝、ね、しましょうね、はい、じゃあモモコさんのリクエストにお答えしましょう。 On Your Side、
それでもいいのさ。あなたが選んだその道歩けばいいのさ。ももちゃんの、ね、ゲストにお答えしました、はい、オニュアサイドでしたけどですね、ももちゃんこの歌好きなのかな。好きだねこの歌 ね、うん、俺も結構好きなんだよね。あこれね前あの音楽魂ライブで大野恵里さんと一緒だった時、恵里さんが、はいはい、この歌いいじゃないとか言ってましたね。ありがとうございました。いい曲書くじゃないみたいな感じで先生ありがとうございました、ね、いいよって言ってましたよ。同級生だからねみたいな。カノ君、大野恵里さん元気か ね、 ね、いや今結構ライブ回ってますよ、地方行ってます。結構ねいろんなところ、うん、大変だよね。すごいですよ。私も行きたいんですけどね、ま、そろそろ。何が、あライブ見にね。あ、恵里さんの、そうなんかさ、何ですか、あれ来ましたか、うん、なんかあのライブの告知を、あの要するに松下さんの方から10月2日にですね、10月2日ね、ちょっと私と、うん、あのキーボードのリエリーちゃん、リエリーと誕生日がね10月2日一緒なの、一緒なんですよ。10月2日というか合同誕生日。そうなんですよ。でたまたまねライブバースデーライブやろうとしたわけじゃなくて、うん、10月2日に入ったんですよね、カノさんスケジュール入れてたら、うん、えその日私誕生日だってボソって言ったら、うん、じゃあバースデーライブにしようってことで、そしたらりーちゃんも2日だから、うん、ちょっと聞いてみようかなと思って、そしたらですね、なんと神田先生も10月2日なんですね。神田先生、神田先生もそうなんだね。あの僕先生っていうか、僕あの神田先生ってね、うん、あの僕のね、あ、キキさんもそうだよね、腰を直してもらって、ゴッドハンドのね、だからゴッドハンドって言われても2万人以上の人が、あの神田先生を見ただけで治ったっていう人が多いの。見ただけで治った、見ただけで治った、すごいじゃん、神様じゃん、うん、あの、ね、要は ね、ほら今のお医者さんって、うん、手当てってあんましてくんないじゃん、はいはい、いわゆる行って手でこう触診、ハンドパワーね、そうそう、でその人がそのなんていうの、あれ職技っていう技術、うん、手の技術でやってくれるので、うん、手で触ったら大体痛いとこは分かるんだよ、ここがずれてるとか、そうだからほとんどそれで、あのだから国内外からあのそこにね訪ねてくる人が多くて、それでね、あの今、まあ、僕首の頸椎が悪いんでね、頸椎の治療から始まる、だから1年前はねピック持てなかったからさ、アロンアルファでくっつけたりなんかしてライブやってたの、取れないようにね、そうそうそう、今お箸も持てなかったけど、もう今ビールの持てるからね。その時も持てたんじゃないでしょうか。酒は。いや、ね、本当にね、もう1年経ったけど、そうそう、あのすごく、まあ、どこ行ってもね治らないような病気の人がそこに訪ねてくるんだよね。うん、それでね。こう本出されてね、うん、このね、ちょっとなんていう本。腰痛がたちまち消える。うん、3秒ストレッチ。これね、絵も描いてあってね、すごく私もこれ読みました。すごい見やすいよね。あの、うん、ワンセットずつとかいろいろこう、四十肩はこれとか、
腰痛はこれとか、そうそう腕が上がらない人これとか、うん、いろいろ書いてて、うん、すごく分かりやすくできてるから、うん、この本はおすすめですね、うん、先生のところまで行けない方は、うん、そうそう、だからなかなか、ね、やっぱり自分である程度ストレッチとかもして、うん、やっぱりそういう気持ちがないと ね、 ね、なかなか病気って治らないじゃない、うん、そういうのはあるかもしれないね、うん、私もほら歩けなくて杖2本でやっとあなた行ったよね、たどり着いたら帰りはもう大丈夫だったの。キキさんもそうなんだ。そうだから、ね、本当にそういう先生がいらっしゃるんですね。そうそう、僕はね結構だから頸椎ってもう治らないって言われてて、うん、でもいろんなとこ横浜に行った時行ったんだけど、うん、もう20年ぐらい付き合ってるから、うん、でもやっぱりこう出てくるのよ。でもね痛みとかね、うん、でも今はもうだいぶね、スケジュールのねさっきの話ですけど、うん、赤坂フラットンカンティーナです。はいはい、フラットンカンティーナ、ね、10月2日ですね。そうそう、そっちになっちゃったからもうそっちの話ばっかりになっちゃった。そうそう、リーちゃんと私の誕生日プラス神田先生とか言ってね、うん、思い出しちゃって、先生でもまあこういう時期だからね、うん、忙しいので、まあ、マスで。ただゲストがスペシャルゲストとして菊田俊介さん、うん、はい、リエリー金平さん、はい、であと金尾吉郎バンドということで ね、 ね、はい、これが、10月2日ということにありますけどもね、赤坂、はい、フラットンカンティーナ、よろしければ、ね、ぜひねお越し、素敵なライブになると思います。なんかお土産持っていこうかな、じゃあ私みんなに。いやだってあなただけどもう、ね、もうこの年になったら金尾さん言ったじゃないですか、自分がお祝いをこうあげなきゃいけない。そうだよ、60過ぎたら自分の誕生日にみんなに施さなきゃいけない。あ施しそりゃそうだよね、そそうだ、ありがとうございましたって言ってみんなにおごって、ね、おごるぐらいないといっぱいやってくれってね。そう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 、はいはい、わかりました。それぐらいないとダメなんですね。はい、はい、ということでね、あ、僕もいいですかね、うん、いいよ。10月の、つかさんと桜田ライブですけど、うん、10月23日が、うん、学芸大学メイプルハウス、うん、夜ですね、はいはい、19時か、うん、それと10月30日が、いちご屋キューピーさん、うん、7時から、うん、10月31日がジョン・ジョンさん、ジョン・ジョンさんちょっとまだ時間スタート時間がわからないんですが、うん、まあ、多分夜、うんうん、まあ、なんだっけ、重点自主とかあの辺の兼ね合いで時間は前後すると思いますけど、一応10月3回今のところ決まってます。はい、はい、ね、まあなんとかね歌っていくしかないからね、俺たちもね、俺たちもね頑張っていきましょう。頑張ります、ということで他は ライブの予定なかったっけ。あ、ライブじゃなくてね、どうしよう、メールが来てた、メール、はい、来てるんだけどさ、いい、まあ、時間あんまりないよ。晴れた気持ちの良い博多です。ほうほう、気持ちの良い博多です。先週ミキ君、ミキさんね、はいはい、ありがとう、ありがとう。先週のゲスト浩二も元気そうで良かったです、うんうんうん、佐藤監督の姿も初めて知ることができました、うん、そして浩二のうちね、はい、今週はノーゲスト金山ですね。久しぶりに桜田さんのギターも楽しめるし嬉しいです、はい、金さんこの間のライブ盛り上がったみたいで何よりです。この間があそこだったのよ、越後屋キューピーさんね、キューピーさんね、うん、何百遍も言ってるけどやっぱり音楽は必要だし、うん、笑顔になることは必要ですからね。そうだね、どこかの病院のようにワクチン2回接種した25人中24人がブレイクスルー感染という状況だし、うん、やっぱり基本中の基本は免疫力を上げておくことですもんね。そうだね、やることを徹底して、日々を楽しむことは本当に大切だと思います、うん、おいらは先週から今週にかけてヨガ哲学を受講したり、ヨガ哲学、あ、いろいろ、ね、上まで行ってプロボーラーの指導を受けに行ったり、女子高生のプロボーラーに挑戦したりと楽しんでいます、うん、土日はライブ2つ行くし、明後日は高校の頃の友達となんと38年ぶりに会う予定です。ほうほう、あ、としみさん11月にはとしみさんが作詞をされた曲を歌われた鈴木清美さんも参加されるライブに行く予定ですよ。おお、鈴木清美さんね、松下さんはね、鈴木清美さんの曲2曲ぐらい作詞してんの、ね、作詞だよね、4曲。今日の放送も確実に皆さんが楽しんで免疫力上がりそうですよね。リクエストは久しぶりにあなたからの贈り物だけど何でも OK です。来週末のライブも確実に免疫力上がりそうですね。リーちゃんも久しぶりだし絶対最高になりますね。ありがとうございま す,、はい、ございます。ちょっと早口でごめんなさい、本当にね、バタバタでした。楽しみたいと思いますが、うん、あなたからって
あなたかのあみきさんは結構この曲はねリクエストの回数多い方だった、ね、あそうですよね、うん、そう、うん、そうだけどだけど何でも OK って来てますね本当ね、あそうかそうか、うん、またね、うん、ちょっと探すのが どっかないよね、うん、どっかないですね今クラーっと来たのあクラーっと来たうんクラーっとということでね、またね、ちょっとね、みきくんのリクエストはあなたからって、俺覚えてたっけいや、覚えてないね。あるそこ。ここにはあるけど。それは難しいな。難しい、あなたからの。あ、でも俺大体コード覚えてるから、カナオさんがこれ見ればいい。ね、ちょっとじゃあやりますか、あなたから。どんな歌だっけ何それ、ひどいな。ひどいですね。長い坂道登ってきたのさ二人並んでその手を握って季節は巡り時代は変わってく歴史の中で技を磨いて
ということでね、今日の最後の曲、あなたからの送り、ね、ありがとうございます。抜いた感じいいですよね、カナオさんね。抜いてた。もう一生懸命歌ってたんだけど。はい、ありがとう。まあ、ということでね、あっという間のね、1時間でした。今日もね、たくさんのリクエスト、ありがとうございました。本日のお相手は、はい、松下としみ、はい、桜田武史と金尾義郎でございました。で、来週のね、10月2日あのゲストはね、1日ですね。あ、1日です。ごめんなさい。はい、ディエリー金平さんです。お楽しみください。はい、See you next time。優しい。